もくもくもかです。やっほー、さくらです。たかのしゅうかです。てるるー、みなさんこんにちは、横田美愛です。やっほー、あ、やっほーって。ねえ、みんなどうしたの？みんなマイペース。今回どこに来たんですか、さくらちゃん。なんと、はい、こちらは三井アウトレットパーク木更津に来ました。ということで、はい、今回はですね、はい、ここのアウトレットでなんと、1人1万円分お買い物ができるということで、1人1万円、はい、しよう、お買い物してきました。嬉しい。みんなでお買い物して、はい、気分盛り上げていこうじゃないかということで、はい、楽しみ。はい、めっちゃ楽しみ。早く行きたいね。早速行きましょうか。はい、それではレッツゴー。それでは、エモナさんでお買い物行ってきます。それでは、アウスさんでお買い物行ってきます。行ってきます。なんかアウターが安くなってるらしいので、アウターをちょっと見たいななんて思っちゃったりしちゃったり。かわいい。なんかお得らしいんですよね。なんかセールいっぱいやってるらしくて。お願いします。買ってきました。見て、もう一本ピンクなるもん。どう、私もピンクなる。ミラーもギリ。たくさん買い物できました。はい、結構満足いった。ね、結構も全然怖かった。1万円ってこんなにいっぱい買えるって感じだった。ね、そう、早く見たいよ。じゃあ見せてもいい？え、見せてよ。じゃあ、ゆがきから。え、見せたかったな、ずっと。じゃあまずは、じゃじゃん。え、かわいい。カーディガン。かわいい。え、しかもちょっとオーバーサイズ。そう、大きい。ゆったりしてる感じ。めちゃくちゃかわいい。あ、かわいい。最近ね、こういう色が好きなんやんか。ピンクとか。めっちゃかわいいなと思って、めっちゃしました。かわいい。これ本当は4999のやつだったんやけど、マイナス1850円、安くなってて、え、やばいね。次こちら、じゃじゃん。おー、マフラー。なんかそう、マフラーみたいな。かわいい。おえ、かわいい。なんか、かわいい。めっちゃかわいい。そう、女の子しかデザインね。このなんか、編み編みがかわいいなと思って。確かに。で、これがね、2999円が、1110円になります。え、だから、1000円ぐらい。1800円ぐらい。え、やばい。すごい。絶対あったかいよ、これ。絶対あったかいだろ。本当に。え、あったかい。じゃあこちらです。おばかげカチューシャ。かわいい。モコモコのカチューシャ持ってなくて可愛かったので、ね、モコモコいいね。ね、めっちゃ可愛い。これが1499円が900円ぐらい、うん、1000円でお釣り返ってくれた。そう、安っ。これはもう一目惚れしました。はい、これもちょっと一目惚れしたんですけど、やばー、めっちゃ可愛い。え、バッグめっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛い。しかも中も結構入るんですよ。わ、いい。大事だよ。めっちゃ可愛い。で、これが3999円がマイナス1480円ということは2500円ぐらいぐらいだね。で、これ全部で8500円とかだった。え、安っ。これそれで全然1万円以下ってこと？それでも全然1万円いってない。1万円でお釣りが来るってこと？そう、全然すごいね。すごくない？え、めっちゃ可愛い。可愛い。この4つを購入しました。はい、じゃーん。じゃあちょっと私が最初に一目惚れした商品がこちらです。え、柄かわいい。かわいい。冬っぽい。え、かわいい。めっちゃかわいい。かわいい。かわいい。そう、ちょっとオーバーサイズ目で、ハイネックとかにもなってて、これが3999円の商品だったんですけど、それがマイナス1480円。え、じゃあこれ2500円だよ。そう。え、嘘。2500円でこれだよ。待って、めっちゃいいね。めっちゃかわいいね。やっさ。なんか好き。そう、これなんか可愛いにもかっこいいにも触れるなって思った。うん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 。だからめっちゃ使い勝手です。可愛いおばあサイズ感が。そう、そう。これマジで一目惚れだった。本当に。これだけはずっと花見。ずっと待ってたよね。はい、ということで続いて、アースさんの商品じゃなくて、アメリカンホリックさんの商品なんですけど、こちらです。わー。可愛い。モカちゃんっぽい。あ、モカっぽいわ。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いね。で、このなんか、
生地のコーデュロイとベロアの間みたいな感じの素材がめちゃめちゃ可愛くて、こちらを買いました。これも3999円の商品なんですけど、もうこれも2500円ぐらい。わ、やばくない？だってこの2つで5000円ってことですか？そうだよ、安っ、安っ、色の組み合わせ可愛いね、この2つは。可愛いでしょ？めちゃくちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛いでしょ？はい、続いてババババババーン、わー、こちらでございます。これはあのこうやってハンドタイプでもできるし、ショルダータイプにもなる。あ、え、めっちゃいいじゃん。かわいい。こちらが2999円の商品だったんですけど、マイナス1110円。1000円いっちゃう。そう、やば。だからもう1800円ぐらい。やば、めっちゃおしゃれ。続いては、はい、ちょっとすみません、お揃い、お揃い買っちゃったの。お揃い買っちゃったの。お揃い買っちゃったの。これ可愛いって言ったら、え、ゆかそういうの黒かったよって言ったから、あれって、あ、それにちゃうってなって、ちょうど2個あったから、そうそうそう、可愛い、これになってる、めっちゃ可愛いね。で、続いてこちら、イヤリング、可愛い、あ、これめっちゃ可愛い、このデザイン。そう、なんか私、パチってここだけのやつにあんま持ってないから、ちょっと欲しいなと思って買いました。お金が999円なんですけど、元値で安いじゃん、元から安い、めちゃくちゃ安いです。999円がなんとマイナス370円。ことは？ことは600円。そう、600円ぐらい。やす、やばくない？600円じゃん、めっちゃ可愛い。で、あと、あ、これはじゃないの、ね、まだあるの？そうなの、めっちゃやばい、ね、じゃあ、ネックレス、おーおーおー、え、これ何？ミソみたいな、可愛い、うん、これはね、なんかさっきのイヤリングとかとね近い。あ、本当だ、かわいい、あ、そうだったんだ、かわいい、絶対合うじゃん。こちら元値が1299円、そこからマイナス481円、100円ぐらい。え、やば、普通に見えなくない？こうやってさ、こことかにこうやってあったら、見えない、全然高見えする、見えないよね、うん、ということで私は1,2,3,4,5,6 点で、やば、なんと9332円。すごくない？本当にすごい、以上です。めっちゃ可愛い。はい、私はまずこちらです。じゃじゃん、え、可愛い、未来っぽい、未来っぽい、めっちゃ未来っぽい、かっこいい感じの系統にしたくて、うん、これを選びました、うん、めっちゃ可愛い、それ使い勝手めっちゃ良さそう、何でも合うし、なんかもう弁当箱入れ入りそうなくらい確かに弁当箱、確かに、なんか私荷物はいつも多いから入るかなと思って、うんうん、で、これは2450円のものが 10% オフで245円オフされて2200円ぐらいになりました。でも、でも安い、まあ、安い、まあ、安い、安い、めっちゃ安い、これはもう一目惚れしました、うんうん、で、次、すいません、ラストになります。あれ、あれ、ラスト、チームお互い買い物したんですね、思い切っちゃって、思い切っちゃって、こちらです。何それ？はそれはコートになります。あら、コートしますね。そりゃコートはお高いですね。今日のコートがめっちゃ可愛い、可愛い、こんな感じ、え、大人っぽいね、大人っぽい、細く見えそう、うんうん、黒のコートを積もったことがなかったので、うん、購入いたしました。え、絶対似合うじゃん、うん、可愛い、え、確かに未来黒のコート着てる意味じゃないかも。ない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 、一個も持ってないから欲しいなと思って、いいや、買いました。で、これが本当は1万1000円だったんだけど、うん、頑張れ、7200円ぐらい、うん、カバーと合わせて、うん、あれ、あの消費税とかいろいろ込めたら300円、うん、300円は共有入るんだよね、大丈夫、ゆかが8000円とかだからその分使えば、確かに全然大丈夫、でもめっちゃ安く買ってるよね、めっちゃ安いの、コート7000円で買えるとかも、ありえない、ありえない、ありえない、マジでありえない、そう、だから買おうと思って買った、うん、めっちゃお得だと思います。以上です、はい、はい、かわいいね。ではさっき大取りやめて、大取り、大取り、大取り、私も見て、あれ、え、なんか1つですか、マジかわいい、アウターがね、全部 20% オフとかされてた、1000円オフ、そこからまた割引とかもあるから、じゃあアウターから紹介するね、うん、これかわいい、おい、かわいい、そう、めっちゃ似合うな、見て、あ、かわいい、めっちゃかわいい、かわいい、かわいい、アウターなんですけど
ど古着っぽい素材みたいなの分かる、うん、分かる分かる分かる、クシュクシュな感じのこのなんかまっすぐじゃない感じ、うん、も好きで、なんかこういうちょっとラフな感じ、ちょっと古着っぽい感じもめっちゃドタイプだったっていうのもあるし、まあオレンジでも派手すぎないオレンジで、まあオレンジのアウター持ってなかったのね、だから欲しいっていうのもあったんですけど、めちゃくちゃ可愛くないこれ、めっちゃ可愛い、絶対似合う、絶対可愛い、見上げたもんないなこれ、可愛い、これ一番最初に手に取ったんですけど、これも本当は1万円ちょっとぐらいしてたんですよ、9000円ぐらいでした、で6364円になりました。安っ、はい、6000円で、そっから 10% オフで6000円いかないぐらいですか、ね、やば、マジめっちゃいいね、嘘じゃなくて、嘘はつきません、嘘ついてどうかマジでしちゃったの、いいみたいな、安っ、この可愛さでこの値段ってやばいね、しかもめっちゃ軽そう、え、そう、軽い軽い軽い、かわいい、すごいの、そう、めっちゃ可愛くて、まあ、これですね、あと、バケハ、うわ、バケハがマジで大好きで、かぶってるもんね、じゃーん、え、この形めっちゃ可愛い、ね、そう、なんか私いつもこういう感じのちょっと跳ね上がってるやつとかめっちゃ持ってるんだけど、うん、なんかちょっとストレートになってる感じのバケハ、うん、見て、可愛い、可愛い、可愛い、これもさ、生地がさ、あ、ね、なんか似てる、そうそうそう、ふわふわとかさ、モフモフめっちゃ持ってるから、こういう生地にも挑戦してみようと思って、うん、挑戦の意味を込めた、いいね、リテッド、かわいい、なんかめっちゃかわいい、かわいいよね、お値段、これがもともと4990円だったんだけど3300円ぐらい、うわ、結構安いよ、本当に、で、合計が9892円、おー、めっちゃ冷めてる、めっちゃ買い物上手だね、上手だね、買い物上手、そう、めっちゃ愛用したいと思います、いいね、はい、じゃあまあぜひね、皆さんもあのアウトレット行った際は、うん、はい、参考にしたりとかして、はい、こんな安いのって思った、こんなにいっぱい商品買えるのもすごいし ね、 ね、1万円以内で、うん、私普通のお店行ってさ8000円で1着とか全然あるじゃん、全然なんか1万円オーバーしちゃうこともあるし、全然ある、アウターとかもほぼ超える、ほぼ超える、それがすごい安くなってるわけだから、ぜひ皆さんに見てみてください、見てみてください、今日の動画はここまでです。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。それぐらい大きいな、本当に。じゃあ。